何でもできそうな気分だ。これだな、うまく取れたぜ。ここだ。一番ハワイの下品な店の中じゃ最高に。なんだそりゃ。ちいちゃんからだ。もしもし、俺だ。エイジを探してたの。そうする以外したことを見損なってもらう。お願い聞いて。エイジを見つけたの。ご機嫌で飲んでる。そうか、なら俺ら今度は俺らの番だな。ねえ待って、大丈夫。私はエイジと一緒にみんなを騙してたんだよ。もしかしたら今度こそ一番のこと殺す気かもしれないんだよ。なんか第五地区の中でもこんなやり取りした気がするな。ちいちゃん、俺の答えはあん時と一緒だ。ちいちゃんを信用するって俺が決めたんだ。それにきっといい結果が待ってる。まったく人のいい野郎だ。待ってるよちいちゃん、みんなで迎えに行くからな。聞こえたよってトミーに伝えて。ああ、じゃまた後でな。How are you doing here? 中で連れと待ち合わせなんだ。ここ通してもらうぜ。The balls on this guy. Hey fellas, looks like we got ourselves a new punching bag. 待ってろよ、ちいちゃん。行くぞ！ロナン本当も。さっさと始めようぜ。よし。もらった。そんな、そんなもんかよ。俺の番だ。Do your work. You ain't shit. ガツンと行くぜ。風穴開けてやるよ。回復だ。What? ねえ俺だ。腰抜け野郎が。
おい春日さん、こっちこっち。すぐそっち行ってやるから、まあ待っとけや。みんな、行くぞ！さっさと始めようぜ。よし。もらった！そんなもんかよ。ゴロヘル！Let's go! Swim! Getting cold! 受けてみな！コンキッチャー引き出しだな！これが俺の真骨頂。いやすごいな春日さん、大したもんだよ。何をどこへやった、あのかどこにいる。残念、もう死んじゃったよ。何だとてめえ。嘘つくんじゃねえ。ああ慰めにならないかもしれないけど、もうとっくに始末しちゃったから、あんたたちがどんなに急いだって全然間に合わなかったんだよ。せっかく来てもらったのに無駄足だったね。ただもうここまでパーティーを邪魔してくれちゃったから、ただでは返してあげられない。俺と春日さんの中でもそれはさすがに無理。ここにいるみんなが納得できないよ。ん？ああ気が利くね。ラニを殺したなんて大嘘。ちとせちいちゃん、さっきまでお仲間とあの子をブライスに引き渡す相談してたくせに、覗き見盗み聞きは得意でもされるのは慣れてないみたいね。ラニはどこ？さあ今頃海の底とか。私が撃てないと思ってる？分かった分かった、まあちょっと落ち着こうよ。聞きたいんだけどさ、千歳はなんで俺がここにいるって分かったの？カバンに GPS の発信機を入れておいた、あんたが大道寺のセーフハウスへ来た時にね。そりゃ気づかなかった。春日さん聞いた？こういう子なんだよ、人を騙すはめるがまあうまくてね、天才的と言っていいんじゃないかな。だから俺は千歳のチャンネルに目をつけた。聞きたいことは済んだなら改めてこっちから質問、ラニはどこ？まあ言ったな。おとなしくしとけって。まったく、人様に銃を向けるなんて実家のご両親が見たらそっとするんじゃないか。親御さんを悲しませてはいけないよ千歳。うっさい。
バカ言え。こんな子モテたら親御さんは鼻高々だろうよ。ダニを引き出せたのは大手柄だ。ありがとうな、ちーちゃん。一番さあ、ラニを取り返すぞ。もうよ、あんなぎゅうぎゅうに縛りやがってかわいそうに。私も戦う。どの口がって話なのは分かってる。だけどお願いな、頼む。いいよな。言い出したら聞かねえだろう、こいつ。さっさと片付けてちゃんとした治療をしねえとな。なあ、よっしゃ、行くぞ。よし、俺の番だな。何？もらった。返しちゃくれねえか。まだ A ちゃん呼びなんだ。さすがに無理ありません？それ、あんたとの今までのやりとり全部芝居なんですよ。こっちは内心ヘドが出る思いだったんだ。ヤクザとお友達ごっこなんてね。いいよ、春日さんがそう言うなら返してあげますよ。ただしこいつもセットでね。ああ、ダメダメ、動いちゃ。こいつは衝撃に起爆するからくりなんだ。じっとしてないと。さてと、じゃあお望み通りラニちゃんをお返ししますよ。ブライスに引き渡してもどっちみち殺すだけですし、早いか遅いかの違いでしょう。おい、やめろ、エイちゃん。その呼び方やめてもらえます？
騙されやすいんですね。それ爆弾なんかじゃないし、衝撃で起爆もしませんよ。正解はこちら。なんだこれ。さゆりかさん、くそ、ルバミちゃん、こっち。大したもんだ。でも残念。ちいちゃん、ラニちいちゃん、くそ、エイちゃん、ボンボヤーシュ、春日さん。ラニはこの先多分ネレ島に連れて行かれて。ネレ島か。じゃあ謝って済むことじゃないけど、私は自分の身を守るため、いつか茜さんやラニを犠牲に。聞かせてくれるか、ちいちゃん。それにそうだな、あのチャンネルには俺、あの VTuber の中身って言ったらいいのか。で、台本はエイジが書いて。はい。でもそれは3年くらい、もともとはそれよりもずっと前。まさかそん時から告発。はい。当時やっていたのは、名前を考えて今みたいに動きもしない。見た目も今と違ってたの。今のはエイジがチャンネルのもともとのデザインを引き継いではいるんだけど、露出が増え、胸元が強調されたり。まあそういう工夫。当時の配信はそれこそ10人も見ても、だって物心ついた頃から学校も習い事も友達だと思っていた同級生が、うちの父から家の中でもメイド、そんな育ちをす、そんな毎日の中で誰にもバレないように夜たたらひそかとして配信している時だけ、あた変な話でしょ、たたらチャンネルはそんな感じで、私がそれが変わったのが3年。何があったんだ。3年前の富士宮海運の単価船員20人以上が全、ああコンテナの化石祭があったとかで、一時期何回も謝罪会見して。へえ。富士宮グループの会長、私の父はね、そうだ、父が関係幹部にだけ出した隠蔽指示の文書を、自分の利益のために人の命を犠牲にして、その上それをなかったことにするな。私はその文章をテレビ局でも、だから私はやけくそ半分でタタラチャンネルでそれを暴露して。マジかよ。10人見てれば大にぎわいって配信だもの。当然、いや反応はあったかな。気味悪がって見てくれてた人が誰もいなくなっちゃうっていう。まあ無理からぬ反応で。事件は季節外れの台風のせいってことで、そんな時だったの。それはそう、エイジはもともとし、エイジは私の動画を見て、そのうちの学生だろ。それで告発動画をもっと効果的に煽るナレーションの台本を渡してきた。台本、いかに富士宮が格差社会のその台本通りに改めて告発し、ネットの情報もその流れを見て。いそうか。はい。ほとぼりが冷めるまで私がハワイにいるのは思わぬ形。いつもの格好。ああ。あのだから親も了承済み。話をタンカー事件に戻すけど、正直そのこの腐った家をぶっ壊してく。ちいちゃんの立場ならそう。そいつが3年前、エイジと私は内容もいわゆる国、エイジが持ち込んだスクープと台本でね、エイジの持ち込むネタ、偉い人成功した、見る見るうちにチャンネルが注目され、登録者数なんて俺らの知ってるタタラ、正直マスコミも報じない。でもある時、元ヤクザ、最初はこれも待ったけど、何度だんだん普通にし、もう償いの済んでる過去の本性を表したってとこ
それまでの真っ当な救う、たたら密かでいることが、その上頑張って人生を立てな、私はいつの間にかたたら密か、もう耐えられなかった。でも、うん、あいつはその時初めて、私の素性をいつでもバックには海老名っていうヤクザがいるとちらつかせながらね、そう言って、浜の英雄が元ヤクザを食い物にしてる。なるほどな。その後は一つ聞かせて。それでもちーちゃんはエイちゃんに、茜さんはもうだいぶお年で、そんなに、それを知って自分が、そうか、別に、それで今エイジにも面と、茜さんたちを守るために、俺をハワイで身動き取れなくすりゃ、もともとエイジから言われてた、茜さんちのハウスキーパーを装って、一番が茜さん発見のキーマンだけど、ちーちゃんは酔っ払った俺に襲われ、俺の身ぐるみ剥いでまで無職。そう、私はスパイのプロでも何でもない、エイジにはトラブルが起きたんだからしょうがないですけど、一番は桐生さんがあっという間に第五地区を出た後で、もう一度あなたたちの懐に潜り込むように今度失敗すれば、また、なるほどな。結局私、花輪さんと言い訳なんてしようがないのは分かってます。今はもう俺らに隠し事ないんだな。うん、そうは言っても一度裏切ったやつ、そうだ、やっぱり。おい、いいのかよ。トミーの言うことは一理ある。一度ただまあ、そのと、そのツッコミを待って、じいちゃんさ、初めて会って俺の身ぐるみ剥いだ時、俺の大事な人の遺灰が入ってて、だからこいつだけはそのまま、別に取るまでもないかもな。こいつは本当に、だから今言わせてくれや。お前らしい。よっしゃ、これでこのラニがハワイ中のワルに狙われてて、なのにみんな俺に、当たり前だろ。おい、今さらじゃあなら春日パーティー再建かまえ。そう、ああ、調子いいね。アロハ。アロハ。Aloha. Thank you.誰からだこれ。春日、うちから。お前病か。来たらわかるぞ。茜さんを引き、急いで病。ハロー、海外のフルーツ。お、あれ、そこに。なんだそれ。全然知らねえけど、名前と外見だけでジャケがいいみたいな。果物 CD だろう。これください。しかしこれ後先考え。仲良し。福
深く知れた気がするぜ。行くぜ。俺の気持ち受け取ってくれねえか。これは開けてみるか。開いたぜ。あそこになんかある。開けてみるか。やったぜ。Pissing me off. Oh, shit. Here we go.
よし。カモン。いつでもいいぜ。調子がいいぜ。こういうのか。Do your worst。もらった。風穴を開けてやるよ。行くか。ずりゃー。ハッ。Check out my new toy。私の出番ね。行くぜ。何？来ないの？もらった。こいつで調子でいいの？コツつかめた。よし。上昇。また強くなっちまった。いっぱいやりたい気分だぜ。近寄るんじゃない。行くぜ。俺の気持ち受け取ってくれねえか。どういうことじゃ。面倒見てやるかのう。何でもできそう。Knock it off with the staring. The show must go. 行くぜ。To your position.そういや、ここの裏カジノってまた入れ、このポーカーお
いただきます。いただきます。カシュ、ハワイで中華頬張ってるってのも。でもカシューチキンってアメリカ発祥。アメリカに移民し、へえ、まあ天使どこが発祥。なんでいいこと、閉まらねえ。ごちそうさま。ありがとうございます。Thank you very much. Huh? Just a little bit too much. Hey! ありがとう。アロハ。これだ、うまく取れたぜ。アロハ。Thank you. Oh. Hey.開けてみるか。開いたぜ。アロハ。Thank you very much.戦闘準備完了。任せといて。腰抜き野郎だ。覚悟。調子がいいぜ。こいつで。カウンター行くぜ。
ツンと行くぜ。敵なしだな。アロハ。へい。ハロー。よし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 、いい子だ。いくぞい。やっほー。ほー、よし、到着っと。ありがとな。